慎吾ね、あれ、あ、なんだっけ、ラーメン食いたいって私ね、残ってたね、おかゆやろうと思ったら、あのおかゆうまくねえからラーメン煮てくれっつうから、ラーメン煮てたの、あのあれなんだっけ、あの鍋を洗って、だからね9時からやろうと思ったけどできなかった。ほいでね、ラーメン煮たらね、おちっこが出たくなって、おちっこ行ってたらね、ラーメンのつゆがなくなっちゃって、こんな煮方あるかなんて言われちゃってさ、反対にサービスやってやったのに、ラーメン食いたいんだって、だから煮てやったのね。そうしたらね、熱はどうって言ったらね、38.5 って言ってました。昨日は 39.7、 昨日がね 39.7 で、今日は 38.5 って言ってました。ほんでね、なんかこんなまじいおかゆは食えねえとかね、私に言ってね、うん、だからね、うん、インフルエンザかなって、まんまるちゃんがね、そんな感じですよね。なんかだから昨日よりは元気いいよね、腹減ったって言うんだからね、うん。吉江ラブちゃん、慎吾さん怒ったら怖いってどういう感じ。なんか物投げるよ、ペットボトルとかバーンバーンって投げて、ほんでそこのとこの、あの開けるとこの板、ここそこの板が、あのね、穴が開いてる、ペットボトルバーンって投げる、うん、すごいですよ怒ると、うん、めったに怒んないけどね、めったには怒んないけど、いろいろありましたよ、はい、そういう感じかって、そうめったに怒んない、うん、あの子はね、うん、怒ると怖いよね、物壊す、平気で壊す、はい、怖いです、はい、怖いね、あの子ね、もうねちょっと怖いから、うん、でも普段怒んない、全然怒んない、うん、なんかね自分で気に入らないと当たりますね、はい、そうなのよ。アイスマルコちゃん、あらね、危ないですねって、危険ね、危険ですよね、危ないよね、うん、物を投げてね、こうああいううちの板に穴開けて、穴開いてるあそこ、うん、物を壊すってよくないよね、うちをね、うん、そういうふうに当たるのよくないよね、ペットボトルの入ったの投げるね、うん、マーボちゃん、アスベかなって、うん、アスベ、アスベってなんだろう、わかんない、うん、アスベちゃん、アスベ、ね、まったくあれだよね。